四死記十七章、エフライム山地の出その名をミカという人がいた。彼は母に言った、あなたが銀千百枚を盗まれた時呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った、主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀千百枚を返した時、母は言った、私の手でその銀を性別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを、金財9人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳造を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで、彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人に任命して、その息子の一人を任命して自分の祭司としてしていた。その頃イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。ユダのベツレヘムでのユダの種族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人で、そこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけた。彼は旅を続けてエフライムの山地のミカの家にまで来た時、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来た、レビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また妻子となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服1揃いと、あなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めて、その人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の妻子となり、ミカの家に行った。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。